の軍にしたの？都の軍に入ればすぐに都に行けるのに。董卓の民に対する非道な行いは私も聞き及んでいる。その悪役に加担することはできない。お前らしいよ、シリュウ。その自分の正義を信じているところ。くだらない。今の目的は都に到達することよ。その手段に安っぽい正義なんて含めるべきかしら。そんなことない。シリュウのその志高いところ、かっこいいぜ。その志と卓越した武、お前きっとすごい武将になれると思う。理解していただけなくて残念ね。みなよくぞ集まってくれた。我こそが連合軍の名手炎本所である。今漢王朝は悪逆の輩に乱されている。我らは正義を掲げ、それを成敗する。おのおのの持てる力を結集し、逆賊董卓を打ち果たすのだ。これだけ諸侯が集まった中で手柄を立てれば、俺の名は確実に広まるだろう。さて、どう動くか。大義のもとに集えど、皆腹の底にあるのは己の野心のみ。この中でわしが抜きんでるには。俺は戦国被災で軍学に明るくないけど、なんかまとまりがないな、この連合軍。目的は一致しているが、そこに至る手段や方針が一貫していない。これで本当に勝てるのか、今の人間のお手並み拝見ね。この名族の旗の音に集い、逆賊董卓を打ち果たさんとする正義の将兵たちよ。これだけの諸侯が集った中で功を挙げれば、我が名は嫌が王にも広まろう。必ずや一番に楽陽へとたどり着くのだ。たちも遅れを取ってはおられんぞ。
目的は一致しているけど、全員の動き方がまるで支離滅裂だ。本当に楽葉までたどり着けるんだろうか。いかな大軍とて統率が取れていなければ勝てる戦にも負けてしまうだろう。おのおのの状況を見つつ立ち回る必要があるな。やれやれ、本当に人間は欲の塊ね。楽葉とやらに入れないと私が困るのよ。だぜ、甘く見るなよ。
き上がれ。お前なんざひとひねりだ。何？わしの裏をかくとはやりおるわ。その首もらい受ける。ここで敵と、これだけの戦力をもってして何を苦戦しておるのだ。洛陽はまだ先であるぞ。なんとかせんか。呆れた。司令官が一見して現状を理解できないの。本当に洛陽までたどり着けるのかしら。これより中央を進み敵本陣を目指す。炎章殿も手柄が欲しいってことか。誰も彼も国の行く末より自分の立身出世が大事なんだな。この争い当分続きそうだ。
機を察知駆けつけたか。知らぬ顔だな、なかなか殊勝な武人よ。その働き覚えておくぞ。道を行く。どれ。敵将この名族炎本所が率いているのだ。勝利は当然の結果である。このまま一息に落葉まで突き進め。本当にこれは勝利と呼べるのかしら。どの軍団にも属さないあなたたちがいなければ撤退さえも危うかったわよ。そう、今我らはどの軍団にも属していない。いつかはこの部を役立ててみたいものだ。気高い志を持つ主のもとで。
支流。俺としたことがまんまとはめられたか。百発百中だぜ。甘く見るなよ。
尺中だぜ。甘く見るなよ。超支流来四泊過分戦額だが精一杯やるぜ。
王将火竜が止水艦を守備しており、未だ抜くことができません。これほどの諸侯が集まって席一つも落とせぬとは、一体何をしておるのだ。ならばその火竜の首、この艦雲長が持ってまいろう。いかにも武人って感じの将だな。あの人なら倒せるかもしれない。うん、だが止水艦を抜いたとて足並みの揃わぬ軍で都へ着けるかどうか。はあ、仕方がないわね。楽して連れて行ってもらおうと思ったけど、そうもいかないみたい。私の力、あなたたちに少しだけ貸してあげる。今からこの軍団の指揮はあなたが取りなさい。これは確かに皆が私の意思で動くようだが、一体何が起きているのだ。運命を司る力、そのほんの一部を使って皆の行動決定をあなたに任せるようにしたわ。私の力はほとんどなくなったけれど、この力だけは残ったの。まあ使えるのは戦いの間くらいだけどね。なんとも奇異な現象だが、それが本当ならば皆の力を合わせ董卓を打ち果たせよう。すごい、こんな力があるなんて。ひょっとして皆が麗華さんを見て不思議に思わないのも。そう、この力、彼らの思考に入って私に対する違和感をなくしたの。封印といい、この力といい、彼女はひょっとすると。
無謀の襲名、止水艦は抜かせるか。このカユー様がまとめて相手をしてやるぜ。おのれ、この名族率いる軍を無謀の襲呼ばわりとは、なんとそんな。誰でもよい、早くカユーを撃つのだ。これで足並みは揃った。さっきまでのブザムの戦はもう許されないわ。早く席を破って楽葉についてちょうだい。すごい、さっきまであれほど四分五裂だった連合軍が連携して止水艦を攻めている。レイカさんの運命を司る力。
順調に進んでおるようだな。よし、今こそ遠家の意向を天下に示す時ぞ。お、総大将がのこのこ出てくるところに鉢合わせするとは、いい時に到着したな。野郎ども、敵の頭を潰しちまえ。敵の増援が来よったか。冥族をこうも苦しめるとは不遜な。あの人間が総大将なのよね。倒されたらそこで負けてしまう。そなたの精錬なる武器、まことに見事だ。私は義勇軍の劉玄徳。こうして共に戦えること、大変。お褒めいただき恐縮です。私は趙子龍。劉玄徳殿は官室を憂い、義勇軍として参じられたのですね。なんと仁義に厚いお方か。
冥族が危機に瀕しておるのだぞ。誰か助けに来ぬか。義弟、関雲長が討ち取った。我ら仁義にもとる輩を全て打ち払おうぞ。悪逆非道の董卓も拙者の刃にて打ち払わん。冥族を助けたこと光栄に思うがよい。そのまま奮戦し出水艦を渡すのだ。
ぞ。援軍の奴らがやられたが、やはり俺が出るしかないようだな。大将首を取って終わらせてやるぜ。止水艦を守備していた海遊が動いたか。今こそ我ら連合軍が一致協力し、攻め来る敵を打ち払わねば。
止水艦は落ちた。残るは五郎艦のみよ。このまま一息に落葉まで進軍するのだ。信じる者のため、趙紫龍、いざ参る。当てては敵の思うつぼだ。
だぜ。甘く見るなよ。信じる者のため。なすべきことがある。Thank you.
超支流ファイル。皆、動揺してはならんぞ。焦っては敵の思うつぼだ。関雲長、異の刃持て。
支流は私が抑えたぞ。無事海遊を撃破し止水艦を突破できたな。あの関羽という武人、紫龍に勝るとも劣らない武芸の持ち主、世間には英春豪傑がいっぱいいるのか。感心している場合じゃないでしょ。目的地はまだ先よ。その通りだ。都へ達するにはもう一つ五郎館を抜けなくてはならない。そこを守備するのは鬼神と呼ばれる呂布。果たして奴を退けられるか。鬼神といっても所詮人の伝聞、さっきの火竜みたいなものよ。きっと早く先へ進みましょう。悪用は目前である。リョフという獣が守っておるそうだが、我が遺構の前では赤子同然であろう。やれやれ、止水管を抜いてすっかり調子づいてしまったようだ。こっちはそう簡単に落とさせないよ。と言われる呂布、今のところそれらしき武将は見当たらないわね。本当にそんなのいるのかしら。
超支流。敵はまだ健在か。よかろう。冥族の本気、とくと見よう。貯めてくれるとはね。これだから戦は面白い。さすが落葉を守る席、守備も厳重だな。
してやる。ここはおとなしく引き下がるとしようか。式の攻撃で俺がひるむと思ったのか。貴様らまとめて消し飛ばしてやる。えい、両夫め、現れおったな。冥族の軍の意向を示すべく、誰ぞあの獣を討ち取ってまいれ。鬼神、なるほど。確かに他の人間とは明らかに一線を画した武の持ち主ね。まともに当たったら誰も叶わないの。五郎冠の鬼神、その武見事な。ふん、偉そうな口を聞くな。貴様の槍など俺の方天劇の敵ではないことを教えてやる。
け。私が軍を率いているのだ。この勝利は当然と言えよ。間もなく落葉か。そこに行けば古今東西の歴史書がある。なんか燃えるように体が熱くなってきたな。ずいぶんかかったけどついに落葉ね。そこへ行けば必ず。両夫は退けたか。しかし噂以上の手強さだったな。これだけ豪傑が揃った連合軍を至極簡単に相手して圧倒していた。まるで戦の神と言われた蚩尤の再来って感じだな。でも蚩尤は兵器を作ったわけで戦自体は。こんな時まで歴史か。第一、それは伝説の話だろう。蚩尤が実在したかどうかも。蚩尤、奴の強さはあんなものではなかった。見渡す限りの大地を霧で覆い、絶望と死を振りまいた。奴を止めるには持てる力を全て使うしかなかった。そして私は。どうしたのだ。蚩尤と聞いた途端急に雄弁になり深刻な顔をして。何でもないわ。さあ早く都へ行きましょう。官室を乱す逆賊董卓を討つ。我が将兵たち、名族の旗のもと落葉を制圧し帝をお救いするのだ。はっ、虫けらどもが帝にたかりおって、貴様らには何一つ渡してやらんぞ。さっさと蹴散らすのじゃ。約束はこの龍玄徳が撃つ。てめえが董卓か。この延妃と長妃様がぶっ飛ばしてやら。
いた呂布はいないみたい。妙ね。敵の本拠なのに守備が薄いの。警戒した方がいいわね。分へ参る。我が前に立つ者は命を捨てたと心得よ。まずいな。総大将を直接狙ってきた。このまま放っておくと炎章殿がやられて負けてしまうぞ。この名族に牙を剥くなど許されると思うな。
トーストでも思うたか。そこで弓矢の餌食になるがいいわ。ち、遠くから全く鬱陶しいぜ。俺がまとめてぶっ潰してやら。すんなりと通してはくれないか。だが遠くの敵を攻撃するのなら俺だって負けないぜ。こいつも役立たずめ。こうなったらわしが貴様らを皆殺しにして逆らうアホどもを根絶やしにしてくれるわ。トウタク、どこまでも欲望に忠実ね。人間の醜い面をこれでもかと見せつけてくれる。ある意味稀有な存在だわ。ならぬ、ならぬのだ。冥族に敗北は許されぬ。
わなければなりませんか。仕方ありません、お覚悟を。わしはまだ主治に不倫を諦めんぞ。こうなれば落葉など捨ててやるわ。董卓を討ち果たすことはかなわなかったが、だが逆賊を都より追い出せた。この名族なくしては得られぬ戦果であろう。お屋敷でわしは諦めんぞ。グズグズするな。さっさと運び出すのじゃ。触るでない。これもわしのもんじゃ。宝玉の放った光は一瞬にして落葉を炎に包んでしまった。
皆が追い詰めた董卓も混乱に乗じて都を脱したらしい。趙雲たちは戦の最中であった劉備、その義兄弟と共に炎の中逃げ惑う人々の救援に当たっていた。その間、私は焼け焦げた瓦礫の中に他の玉がないかどうかを探したが見つからない。楽葉には一つしかなかったようだ。そうと分かればいつまでもここにいる理由はない。私は趙雲たちを促して早くこの都から離れようとした。趙雲は劉備との別れを惜しんでいたようだが、来賓は私が確保した玉についてしきりに関心を見せてくる。もう見られたことなのだ。私は宝玉について彼らに語り始めた。この玉は私の力の一部。もう私が南へ行きたいと言ったのはこの力を感じたから、そしてこれを取り戻したかったから。落葉を一瞬にして炎に包んでしまったが、それもこの玉の持つ力なのか。そう、この玉に封じられた火の力よ。もっとも董卓はこの玉を宝石か何かだと勘違いしていたようだけどね。強い思念を持って触れない限りこの玉の力は発揮されない。つまり落葉が燃えたのは、自分のものは誰にも渡さないという董卓の強い意志が玉に伝わったからか。なるほど。だけど都が燃えて文献も、これ以上落葉にいる意味はないぜ。どうする、董卓を追って長安まで行くか。いいえ、次は東に行きましょう。残りの力はそっちにあるわ。残りって、あんな危ない力がまだあるっていうのか。あなたたちに起こされた以上、私は力を集めて帰るしかないの。それに力を悪用されたら大変でしょ。起こした責任があるんだからちゃんと最後まで付き合ってよね。帰る、一体どこへ。彼女の力は火だけじゃない。確かに軍団を指揮したものもあった。こんな力をいくつも持つなんて。それに死ゆという言葉に対する反応、もしかして彼女は。ほら、ぼさっとしてないで早く行きましょう。落葉はすっかり燃えてしまったな。そういえば焼け跡でこれを見つけたんだけど、なんだと思う。ずいぶんと古そうだけど鏡かしら。それにしてもすすで真っ黒、これじゃ何も映らないじゃない。え、レイカさんが覗き込んだ途端光り始めた。これはまさか天板鏡。天板鏡、何なんですそれは。太古の昔、この国を治めた権力者が人の運命の交差を見ていた神器よ。これを使えば人々の考えていること、感情などを理解統制できる。
それで祭りごとをうまく進めていたの。人々の、そんな宮廷大旅なものなのか。あ、ひょっとしてうまく使えば今よりもっと大勢を統率できませんかね。面白いこと言うわね。確かに私の力だと戦場しか統率できない。じゃあ少し見てみましょうか。この線があなたの運命、そしてそこにあるいくつかの光が運命の中で大きな転機となる場面なの。私たちはこの場面を迎えさせて、その人の運命を前へと進めていく。時には誰かの運命と交差することもあるはず。そうして運命を進めて、俺たちや仲間と巡り合わせるようにするというわけですね。これは誰にでもできることなんですか？いいえ、私たちが出会った人、そして強い運命の線を感じる人だけね。本当は違うけど、私ではそれが精一杯なの。それでも一緒に戦う仲間が増えるのは心強いですよ。いやー、神器か。こんなすごいものを使わない手はない。